声や。今日買うのはクリオのアイシャドウ、それからなんだっけ、エチュードのマスカラ、そしてなんだっけ、あ、そう、一番大事なファンデーション、それを買うのが目標。今日のチークはオレンジ。汚っ、爪汚な。てかさ、あんまり見えないよね、なんかチークとか薄くつけてから。動画で見えるくらいチークつけるとマジなんかお亀さんみたいになっちゃうんだよね。どうしたらいいんだろう。なんかお家で撮影してる人はさいいけどさ、お亀で外歩くわけにはいかんから。こうやって塗っといて、撮影前に違うリップを上から塗る。なんかすいませんね、寝起きてちょっと若干テンションが低くて。これでニットかぶる。聞いて、準備してお化粧してた日あるじゃん。あの日普通に出かけたんだけど、なんか雪とかめちゃめちゃ降ってて、全然ね動画撮る暇がなかったの。今っていうか余裕がなくて、まあ、今日もね撮影で出てきてるんですけど、 Vlog 的な撮る？と思って、はい。で今日午前中のね、영등포가는거는어디서타지？아뭐예요？영등포짝으로가는거？영등포짝이요？午前中ね一個撮影終わったので、ま、あの暇つぶしの時間なんですけど、今日は、ま、カフェじゃなくて、ま、カフェなんですけど、ま、あるカフェにちょっと行こうかなと思ったので、はい、ちょっとね動画を撮ろうかなみたいな感じです。あ、ホームちょっと見る。韓国気分を味わうためにちょっと待って。今ジョンロ3がいます。非常に楽しい。わー、잘생겼어。電車が来る音が鳴ればいいんだけどな。こっち側の電車が来そうだからちょっと待ってみる。電車が開く音とかさ、こう電車が来る音聞きたいよね多分。これがちょっとしたら来るのでちょっと待ってみます。オープンしてるからさ、あんまり洋服見せる機会ないけど、じゃん。あ、来た。지금하나풍산하나풍
항공사는 열차가 들어오고 있습니다. The train for Hanam Gongsan is approaching. 승객님께서 내리는 사람이 모두 한참으로 안전하게 진정하십니다. 新しいお店ができた。はいはい、皆さん大好きなディープな、韓国ジョンロサンガでございます。全然渡れん。200円クッパ全然運営してますね。しかも結構混んでる。さすが常連さんが来るんですね。私のお気に入りハリスコッヒーです。バニラスライス、で、あ、で、じゃない。聞いてくださいよ。私が今から行くとこあるって言ったじゃないですか。本当はね、猫カフェに行こうと思ったんですよ。次の撮影地はジョンロの近くだから。インサートにね、2つ猫カフェがあったなと思って、今は、ね、2つとも行ってみたんですけど、お店がなくなってたということでね、まあ、定番のハリーズに行きました。私がね、ハリーズが好きな理由は、椅子が楽ちんなんですよ。居やすいソファーみたいな、はい、椅子が多いからね。じゃあ今日はここでちょっと時間潰して撮影しにまた行きたいと思います。どうかよ。5,000원。이거되게많이하고블루베리하고그리고첼리할라본한개씩주세요。고마워요。はい、ということで、ね、無事に今日も一日なんだ撮影を終わり、お家に着き、ちょっと、ま、いろいろ物の整理とかして、はい、一段落つきました。ということで、最後の撮影に行く前にカフェに行ったんですけど、そのカフェから撮影室に歩いていく間に、オリーブヤングがありまして、本当はね、買ってるところを見せたかったんですけど、オリーブヤングが撮影禁止なので、撮れなかったんですけど、やっとファンデーションを買いました。ちょっと私の大人デビューということで、じゃん、はい、エスポアっていうのかな、韓国でエスポアなんだけど、エスポアのプロテイラーファンデーション B グローってやつですね。ツヤ肌系なんだけど、なんかツヤ肌系のは、なんか店員さんに聞いたら、普通の、なんか自分が使ってる他のファンデーションよりもちょっと明るく色が出るらしくて、私21号のファンデ使ってたから、22号を買いました。ちょっとさっき塗ってみたんだけど、超ね、ツヤツヤです。で、かなりね、水っぽいっていうか、こう伸ばしやすいから、本当にちょっとで全部塗れるみたいな感じ。で、本当はこれだけで28,000円だったっけな？なんだけど、なんか今、セールじゃないけど、なんかセットで、ファンデーション用のね、こんなブラシも一緒についてきました。私ファンデ塗るときにさ、こういうブラシ使ったことないんだけどさ、
なんか美容系 YouTuber とかってこういうのとか塗ってんじゃん。でもその後どうしてんのこれ。洗ってんのかな。ちょっとみんなコメント欄で教えてほしい。それまで怖くて使えん。こういうのどうやって管理したらいいかわかんない。汚くなるじゃん。まあ、とりあえず、このファンデーション1個の価格で、このブラシまで。エスプアの専用ブラシみたいなの一緒に来ました。そしてマスカラがね、私今までエチュードハウスのこれを使ってたんですけど、今回もうなんか見てほらこんなついてきた。マスカラ1個買うだけでこんなついてきた。オリーブヤングだけでこうやって売ってるらしいんですけど、今回こっちのピンク、黒とピンクのやつ、ラッシュパームカールフィックスマスカーロング&カールってやつですね。これとおまけについてきたのがドクターマスカラフィクサーのナチュラルってやつですね。なんかコーティングしてくれてのカールが落ちないよみたいなやつ、こんなやつがセットでプラスビューラーもついてきた。1万8000円ぐらいだったかな。でこの2つついてきたの、やばくない？私オリーブヤング大好きだわ。こんな感じです。はい、ということでこんな感じだったんですけど、どうだったでしょうか。まあなんか本当は一日のなんか Vlog じゃないけど、なんかそういうルーティンじゃないけど、まあルーティンじゃないね、 Vlog をやろうと思ったんだけど、2、3日ぐらいでは、まあ基本の流れ的にはまあこんな感じの、はい、日を過ごしております。で、まあ撮影日外に出なんだい撮影エピソードに出る Vlog 以外に、こうおうち時間、一日の Vlog とか、まあ、あとはね、朝のルーティーン、夜のナイトルーティーンとかも、はい、撮っていきたいと思います。その時はね、スキンケアとか、あとはご飯の、はい、家で何食べてるかとかも、一緒にやっていけたらいいなぁ、みたいな感じなんですけども、今ね、11時10 43分なんですね。すごい、もうこの時間になるとね、眠くなっちゃうんですよ。私最近ずっと11時に寝てるからさ、この時間が来るとすごい眠くなっちゃう。明日はね、撮影がない日なので、明日朝また6時に起きてカーテン開けてラプンツェごっこをした後に1時間ぐらいもう一回寝て編集してみたいな1日になると思うんですけれども、まあそんな感じで私は速攻、はい、今この終了ボタンを押したら速攻、はい、顔洗って歯磨いて寝ます。はい、それでは皆さん、今日のまあいつもとは違う動画っていうか、まああれなんですけど、まあ、ちょっと今夜だからね、大きい声で喋れないんですけれども Vlog 久しぶりにどうだったでしょうか。それでは皆さん、おやすみなさーん。それだよー、このまま戻るんよきかち。化粧落としたいからこれじゃ寝れないんですけど、まあ雰囲気作りね、動画の、はい、そんな感じです。じゃあねー。